まず皆さんに謝らないといけません。私は朝からやらかしました。寝坊してしまいました。何してんだ！2日目にして寝坊するとか、どうしちゃったのよ。悪い悪い、仕事が忙しくてなかなか体の言うことが聞かないんだよね。え？なんで引っかかったのよ。実はですね、話すと長くなるんですが、昨日の朝からこの現象が起きまして、とりあえず訳がわからず駅員に話したところ、この切符に異常って出てますって言われました。切符の中にあるチップが壊れたのが原因だそうな、ということがあり、昨日の朝から今日までこの状態が続いています。でもどうしてチップが壊れちまったんだ。2週間前に買って財布の中にある時期に当たった可能性がある。なるほどね。それなら壊れても仕方ないわよね。すいません。だから毎度駅員に説明をする羽目になりました。どんな言うつなし。さて、気を取り直して鉄旅スタートしましょう。まだ特急ですか？そうだよ。というわけで皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いやいや、放置しすぎじゃないか。年末の忙しい時期を乗り越えてホッとしているうつ主です。今年の目標は無駄遣いせず貯金をたくさん作りたいマリサだぜ。そんなマリサ応援するアリスよ。体がだんだん軽くなってきた霊夢です。あれ、復活の兆しかな。というわけで、この特急に乗ってそばまで行きました。こういう感じに撮るのも、あ、いいっすね。はい、ホモ確定。あのね、マリサくん、編集者の権限って知ってる？ごめんなさい、許してください。何でもしますから。なんでそんな顔するんですか？いや、だってマリサ今何でもするって言っちゃうよね。と、どうするつもりなんだぜ。それはもちろん。この後の飯全員君を持ってもらおうか。と、どんな食べ物なんだぜ。ラーメンだよ、ラーメン。え？ラーメンでいいのか。大丈夫よマリサ、そんな高いラーメンじゃないから。な、ならいいんだけど。しかしこの後出てくるラーメンはすごいものが出てくることとはマリサはまだ知らないよ。そしてワールドビジネスガーデンに着きました。この中にうつ主が気になってたラーメン屋があるのね。そうだよ。ワクワク、ワクワク。と言っても全然しないラーメンだろうな。もし全然動いてしまうものならだらし払わないでやろうかな。はい、飯テロタイム。いやいや、ちょっと待て、伊勢入ってんじゃねえか。こんなん絶対高いに決まってんじゃねえか。いい、全然超えてたら絶対払わないからな。あ、払わせていただきます。こっちになります。では鉄道旅に戻ります。これから向かう場所は銚子です。なに、今から調子して、病院は騙してんのよ。まあ、寝坊したから多少はね。寝坊しなかったら特急乗らないで済んだのに。寝坊しなくても鳴門から調子まで特急乗る予定だったけど。うつ主はもう特急依存症、はっきりわかんだね。その通りです。でもなんで調子向かうのに東京駅に乗るの？気分、それが何か？ダメだこいつ、早く何とかしないと。
橋の線で隣の西船橋に行きます。総武線で終点の千葉に行きます。終点千葉に到着。次は総武本線で銚子に向かいますよ。というわけでこの銚子行きの電車に乗り込みます。随分と長い乗車ね。あれだったらマリサと一緒にしてきなよ。え、本当にいいの？だって今日マリサは何でも聞く日だからね。さあマリサ、私と一緒にイチャイチャしましょうね。おいウプムシ、この後特急乗る予定あるか？アリス、その時になったらやってもいいぜ。それまで我慢してくれ。まあ我慢はできるけど、楽しみにしててね、マリサ。まあ本当は言うこと聞かなきゃいけないんだけど、普通の中でやるのはちょっと引けるかな。そういうの見たことあるの？何回も見てるからね。それを見た俺の心境はね、リア充爆発しろって常に思うからね。どうなっても知らないからね。今日の目的はポートタワーに行くだけです。マジで行ってるのか？そうだよ、ポートタワー付近に来ました。それではしばらくボイスなしでお楽しみください。
ります。ここどこだよ。銚子電鉄の元銚子駅近くだよ。こんなところに駅があるのか。こういう路線だからね。そうだね。うぷ主派員の56式はっきりわかんだね。そうだよ、完全にうぷ主派それになったわね。もうほもって認めてくれな。というわけでマリサは銚子まで参加なしになりました。そんな大胆にやってよかったの。大丈夫だ、問題ない。私も探偵よ、あの子加減を知らないから。アリスが言うんだからしょうがないわね。と言っている間に元銚子駅に到着。ここで大体30分ぐらい待ちます。だったら歩いた方が早いんじゃないの。フリーパスを有効に使いたいからね。なかなか行かない路線は乗っとかないと。そうね、私も初めてだから乗っておきたいな。せやろ。まあ仕方ないわね。違う違う、こういうんだよ。すごいね。来ました来ました、なんかイルミネーション電車が来ましたね。これで銚子駅に向かいます。はい、終点銚子に到着。次の列車まで時間があるので夕飯の時間です。俺復活みんな大好き飯テロタイム。銚子に来たにもかかわらず居酒屋チェーンの大谷で夜ご飯です。このアイスすごくうまかったんだぜ。ちなみにこれでいくらしたのよ。3000円超えてましたね。え、銚子駅に戻ってきました。それでは茂原に帰りましょう。
The restrooms are available in cars 2, 4, 5, 7, and 9. If you wish to use a mobile phone, please go to the end section of your doors. The next stop will be Ibiza. We wish you a pleasant journey. ナルト駅に到着です。東金線は向かい側0番線から到着。ラストは外房線です。これにて終了。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。Thank you.
配ります、このところでですね、ある方と待ち合わせをしております。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。もしよかったら、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくなんだぜ。茶番動画以外にも、鉄道旅や野球観戦などの動画もありますので、そちらもぜひご視聴をよろしくお願いします。Twitter や Google プラスも実況していますので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いします。それじゃあ、次の動画でまた会おうぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。